皆さん、こんにちは。リピートコンサルタント、横田修林です。今日お伝えするノウハウはこちら、リピーター作りの仕組み、100事例の本に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、リピートする仕組みについて、10の切り口を通して解説していますが、今日はその中の2巻型の事例を一つ紹介したいと思います。えー、では、早速ですが、こちらをご覧ください。 はい、えー。皆さんもね、ご覧になったことあると思うんですが、えー、公衆電話より簡単に無料でタクシーを呼び出せる電話というのが、よく、まあ、例えば観光地ですとか、飲食店、えー、居酒屋さん、えー、ホテルなどにも置いてあるのを、えー、ご覧になったことあると思うんですけど、まあ、これ、あの、なぜね、理観型っていうところで紹介しているかっていうことなんですけど、まあ、理観型の中に、まあ、代表的なものに Amazon ダッシュボタンっていうのがあります。 え、a z o n ダッシュボタンっていうのはボタンを押すだけで注文ができるというのを Amazon が作りましたよね。同様に、え、ボタンを押すだけで、例えば、え、予約ができるとか、電話ができるみたいなことができる、え、a z o n ダッシュボタンっていうのが、え、去年の4月にアメリカでリリースされていて、一瞬で売り切れたという話があります。このような、え、リピートしてもらうためには、え、ボタン1個で何か、え、アクションができるっていうものが、 今後出てくると思うんですね。そのアナログ版がこのタクシーの電話だったと思うんですよ。なので、これからはいかに簡単にリピートしてもらう仕組みを作るかって時に、まあタクシーであれば電話かもしれないし、もしくはスマートフォンのアプリで、アプリをボタンポチッと押すだけで、タクシーが呼び出せるみたいなものがあれば楽ですよね。 もう、あの、事前に自宅とか会社とかっての登録しといて、押したらそこに来てくれるって楽ですよね。まあ、こういったものですね。あの、簡単に呼び出せる。簡単に注文できる。簡単に予約できる。 みたいなものを作っていくっていうこと。まあ、これが、ま、理観型っていうのは、ま、本当はお金とか決算にかかることのリピートする仕組みなんですけど、まあ、こういうような切り口を持つっていうことが、大事な時代になってきたなというふうに思います。えー、今日はですね、この電話の話でしたけど、ぜひですね、Amazon ダッシュボタンの新しいのがね、おそらく今年日本に入ってくると思いますので、注目しておいたらいいんじゃないかなと思います。 はい。ということで、えー、今日はリピートする仕組みの罹患型の一つ、えー、公衆電話より簡単に無料でタクシーを呼び出せる電話を紹介しました。リピートコンサルタント、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。